シュバーベンジュラ山脈はドイツのバーデンビュルテンベルク州にある低い山脈である。距離は南西から北東まで 220km、幅は40から 70km である。シュバーベン地方にあることから名付けられた。シュバーベンジュラ山脈は南東のドナウ川から北西のネッカー川上流部に挟まれた地域にある。南西部はシュバルツバルトのより高い山地に至る。 最高峰はレンベルク山である。山脈の形態は高原上であり、南東に向かって緩やかな下り勾配をなす。経済や文化的にはシュバーベンジュラ山脈に、その周辺の山地も含める。ここは人気のレクリエーション地域である。山脈の地質はほとんどが石灰石である。それはジュラギニ海底を形成した地層で5000万年前に地表に現れた。 三種類の異なる石灰石の層があり、それらが堆積した時代は黒いジュラキ、茶色のジュラキ、白いジュラキと呼ばれている。白いジュラキの堆積物は99%が炭酸カルシウムであると考えられる。長い年月を経て地下にカルスト地形を形成している。高原の表面には川や湖などの地表水はない。いくつかの場所には 過去の火山活動によってできたマールや丘などの痕跡が残っている。ネルトリンガーリースは1500万年前の巨大隕石によるクレーターである。一定の雨及び他の天候影響によって全体の範囲はゆっくり浸食されている。毎年約2ミリメートル低下する。数百万年前、山はシュトットガルトに達していた。いくつかの場所は 固く侵食されにくく小さな山として残ったところもある。ところどころにある洞窟は観光スポットであり美しい。ボートでないと内部に入れない洞窟もある。地下の川から地表への水の放出も見事である。土はあまり肥沃ではなく、腐食度の厚さは薄いところでは10センチメートル程度である。多くの小さい石灰石の小石が地表にある。 典型的なシュバーベンジュラ山脈の風景、コルンビュール山と山頂の礼拝堂、シュバーベンジュラ山脈のほとんどは森林に覆われているが、小規模な農業のために開かれた場所も散在する。伝統的な景観は、土省の低木がある草原である。京では、あまり見られなくなってきた。けれども、バーデンビュルテンベルク州により保護されている地域がある。高い山は、 1000メートルを超えるものが10にある。それらは皆、山脈の南西部のグローセルホイベルク地方にある。山頂の戦略的に有利な場所に建てられた山城の廃墟であるが、レストランやビアガーデン、売店などが置かれている。鉄器時代ら、丁ヌ文化においても戦略的拠点、オッピドムが置かれた痕跡がある。ありがとうございます。